マネート・ポデンコ・アンダルース・マネートとは、スペインのアンダルシア州原産の犬種である。本種と、同地原産の犬種であるポデンコ・アンダルースが突然、変異を起こし、単足で生まれた個体を元に作出された。ポデンコ・アンダルースが入り込めないような狭い場所でも、狩猟ができるように改良が加えられ、サイトハウンドとセントハウンドの刺激を両方、合わせ持ってこなすことができる、変わった猟犬である。 まず嗅覚で獲物を追跡し、それに近づいたら、四角量に切り替えて、獲物を走って追いかけ、追い詰めるか相手の体力を消耗させて仕留めていた。畑を荒らす、サギのような小型へを捕らえるのが、通常の仕事であるが、時には大きめのパックでイノシシなどを倒すのにも使われていた。また、猟犬として使われるだけでなく地元の人によって、小規模なドッグレースに使われ、 自分の犬の俊速さや優秀さを競い合うこともあった。かつては喫水の作業犬として使われていたが、近年になってからスペインのケネルクラブに暫定公認されたことにより、原産地で知名度が上昇して、ペットとしても飼われるようになった。しかし、フシーにはまだ公認されておらず、スペイン国外ではほとんど知られておらず珍しい犬種である。容姿は、 スムースコートのポデンコアンダルースに似るが、足はかなり短い。元がサイトハウンドの犬種であるためマズル。首、胴、尾は長く、単色の割に足が速い。胴足のみ、サーベル型のタレオまたは背中に向かった巻き気味のタレオで、コートはスムースコート、毛色はマホーガニーなどの単色である。中型犬サイズで、性格は従順でナナな酒深いが、 プライドと警戒心が強い一面もある。しつけの飲み込みは早く、子犬の頃から多くの人や犬と接する機会を作れば、友好的な面を引き出すこともできる。運動量は多く、元の刺激柄によりウサギやネズミを見ると襲う可能性が高いため近づけないようにするべきである。ありがとうございます。